やっと一匹、うん、やっと一匹来ましたな。来ましたな。あ、サバ？アジ？アジじゃねそれ。アジだな。アジ来ました。やべえ。カニ釣れた。カニだ。俺の話題取んじゃねえぞ。おー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 おお。何？あ、また来た。来ました。メバルか？メバル。メバルだね。あ、やっぱり来るね。メバル。ショッカー、タラコの軍団。エンガチョ。なんか違うの釣れたよ。おちょっと待って。え、なんすかこれ。これ海タナゴっすね。潰されちゃいましたね。俺らがやってる時に釣れてたからさ、ないですね。ないよな。はい。ないっすか。寒いって俺のことちょっと待って言われますよ。熱い俺らは暑いもすげえ、やっぱりすげえ熱いっす。なんであの一般人あいつら誰ですか。 あそこプロツリーヤー集団だよ。あれなんか追跡してる人みたいな感じになってる、うん、プロツリーヤーはもうあれでチェッカーずっとスカートでもいけんだよ。そんなすぐ来るわけないじゃん。ちょっとよ、何してんすか。うわすげえ、また海タナゴだ。また海タナゴだと思いますね。海タナゴって食えるですか。食えるみたいなこと書いてありましたけど、大丈夫ないですか。東の方か。なんともっすよね。あ、もうあれですよ。いやいや、お前らおい、盗まれましたよ。兄さん、プロツリーヤの道具盗まれましたよ。あの道具ってね、うん、使う人によって違うんですよね。そうですよね、やっぱりね。あれすげーす。いや、サビキに合わせて、サビ引きのあのカゴに合わせてですよね。しかも、サビ引き釣りでカゴ付きなのに、いっぱい入れてないですかね。入れてないですよね、あそこね。バカですよね、あれね。何のためにカゴ付いてんだって、ね、餌入れた方がいいじゃないですか。これ餌、普通はこれ餌入れるんですけどね。やっぱプロ釣り屋が手助けしてあげないとダメなんですね。俺はお前の道具を盗んだんだぞ。いやいや、なんか心通わしてるけど。何も言ってないですよ。何も言ってないですよ。また同じことしてるけど。確かに釣れてはないわな。同じ動きしてるけど。というわけで、ただニコとスミスミと。それとマキちゃんですね。ちょっとね、もう時間で明日ねお仕事が待っているということなんで、ここでお別れでございます。ありがとうございました。ありました。ありがとうございます。という形なんで、じゃあまた、はい、ドラゴンボール出てください。はい、出てください。もう釣れた。マジか。やったか。マジやったじゃん。やってきなー、ようやくん。ゴーズ海軍、ゴーズ海軍。もう、タラさん釣りましたか。それ初。初。本日初。これで。初。ボーズはなし。ええ。どう、自分で撮りましょう。いいな、撮ろうか。大惨状来てるけど。おめでとう。サバンバ。はい、というわけで、アニさん。はい。2日目の、おい、夜。夜釣り。昨日とまた違う魚はね、めっちゃ釣れて。なんかね、海タナゴとかもよかったですね。そうっすよね。また昨日とは違う顔が見えて。あれですよ。初味。こんなちっちゃいけど。
釣れたんで、釣れたし、このタラコ動くとカサカサ言うんですけど大丈夫ですか？乾燥しねえよまあ今日はそういう意味でも取れたからたくさんでしたおうおう私は本番なので、そうですね、息使ってやりたいなって、そうですね、思いますんで、じゃあ頑張っていきましょう。はい、じゃあお疲れ、お疲れ様です。こたら、さあ、はい、ここはどこですか？ここは石巻市緒方町の電波地寿司さんです。そうっすね、田中屋商店街寿司、わさび今わさびなの？わさびっけまたちょっとつけなきゃいけないじゃない兄のおでこに緑色のもんつけなきゃいけないじゃんというわけで、ここでちょっと腹ごしらえをして、はい、どこで釣るかっていうのもあれですけど、だからこれな、仕入れるとこ知ってんじゃねえかってよ思ってっからよ。しかも、うん、このお主人、うん、ドラゴンボーズ見てます。でまずはそのな、どういうネタが手に入るのかを、うん、おがつ丼っていうのと、そうそうそう、海鮮丼、そうそうそう、結果食べるシーンもね、エビ、イクラ、ウニ、マグロ、マモリ、ホタテ、カズノコ、どうやって釣るの？カズノコ釣れねえ。じゃあおかつ丼、これおかつ丼はホタテ、ホタテ、ホタテ、ホタテ釣れねえ。よし、じゃあ食レポ先に行ってください。ここのホタテは日本一になったことがあるぐらい有名なんでございます。そう、山が近く三陸ですから、ね、見てこの厚み、うん、あ、これ飯進むやつやわ。飯進むやつですか？進んでるね。うん、兄さんもうまい。ありがとうございます。うーん、生じゃん。あ、ご飯と一緒に、うん、うん、うまい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 、ていうか、やっぱね、やっぱね、乗ってるのはすごいですよ。東京とかの量じゃないですよ。やばいっすね。いや、相当うまいっす。でかい、すごい。うわうわうわ、ちょっと見せて、ちょっと見せて、前見せて、うまい、音とかない、めめめはめ、いいですね。私も、うん、結果の頼んでるのでいただきたいと思います。こちらは小勝町にあります、はい、電波地寿司さんでございます、はい、よろしくお願いします、ね、さっき見たでしょ、みんな、こっち来て、美味しいです、金こそや、ね、ほら、あとあの釣りポイントも教えてくれる、釣りポイントも教えてくれるという、はい、ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで3日目の釣りスタートさせております。もうですね、なんかもう準備してる段階からですね、釣り始めてもう2匹ぐらい釣ってるんですけども、ちょっとね、地元のおじさんにもねインタビューしたいと思いますんで、おじさん、俺が若い頃はおじさんなんて言われたことはねえんだ。お兄さん、はい。いやだな、なあ、アメッコ結から俺。アメッコ俺。あ、ほんま、アメッコ。アメッコ入ってねえな、これな。あ、もう負けないんすか。そう、もう、あ、もうねえな、俺。あ、いや、もう。俺の、ってますかね、これ。ちゃんとますかね、お前。どうぞ、お前。ちゃんとしかないですか。アメッコ、アメッコ、お前。ちょっと、おじさんの、ちょっと、きついかな。恥ずかしい、お前な。ちょっと、おい、お前、つってやるよ、お前。出てねえよ、出てねえの。ちょっと横から何つってんの、これ何、これ何、これ、またメバル、すごいね、メバルっぽいのと、メバルとサバ、バーサー、バーサーだね、メバルとバーサーですな、
すげえな。ちょっと。おお、気持ち悪いよ。気持ち悪いね。おお、すげえ。真っ黒黒してる。ああ、でもサバとウミタナゴですね、多いのが。もうぜひ。行ってみればいいじゃん。行ってみる？うん。3匹まで行くかもしれないですね。どうぞ。はい、1匹。まだ。戻すのかよ。俺内臓の部分だぞ、お前。内臓の部分だぞ、俺。タラコって子供ですよね。内臓じゃないですよね。ですよね。プロツリアさん、そうですよね。タラコ飛ばさないでください。タラコって内臓じゃないですよね。お子様ですよね。お前らお子ちゃまなんだよ、だから。タラコ飛ばさないでください。いや。飛ばさないでください。飛ばしてる。お前聞かねえな。プロツリアですから。